あれだね、なんか今度はこれでお米とか炊き込みご飯じゃない。やってみよう。すげえ美味しかった。加藤拓也チャンネル。加藤ハウス。こんにちは。今日はこのラーメンポットでラーメンを作ります。これ一番大好き。でね、このなんでこのポットでやるかっていうとね、これワールドクッカーって言うんだって。これね、昔海外公演の時とかでお米が食べたい時にホテルでお米とかも作れるやつでございます。もうなんだろう、20代の時に買ったからずっと使ってなかったからもったいないなと思って、家でせっかくだからこれでラーメン作ってやろうっていう感じでございます。もう結構時間かかりそうだから、とりあえずお湯だけ沸かします。これいいんだよね。500g、 500ml。 まあこれ洗ってない。ゆすいでいきます。なんせ開けたばっかだから。ほら結構ねコンパクトになるから、ね、もうこれでいいんだもん。こうなってコンパクトで、これが容器にもなるし、お米ね、これで作って、よこれを持って行って、だからお米も持って行ってよく作ってたな。ってなわけで本当に作れるか、出しとくのかな。はい、これでお湯を、今明かりついてるんでお湯ができると思います。そっか、その間にだけ作っちゃおう。あまりのネギ、これいつのネギだろう。やばいんじゃない、やばいかな、大丈夫でしょ。白髪ネギを作ってきた。ちょっとこれだいぶ古いネギだから捨てる。むっちー、これ大丈夫かな、本当に。なんか結構しなしなだけどダメかな。ダメ、お腹弱いから。やばそうなのは捨てます。あとは 何ができるんだろう。お湯沸かせるから何ができるんだろうね。何でもできるんじゃない。炊飯料、炊飯器でしょ、だからお米もできるし、そのまま食べれるし、鍋に丼を買え、お味噌汁とかもね、だこれで、あほらラーメンもできるし、それ取ると30分かかんの、便利だよね、1個あれは。そうね、懐かしいな。あと青ネギも用意して、卵用意して、でこれが一番好き。なんか外で食べるラーメンも好きなんだけど、いいな、即席ラーメン。札幌一番の塩ラーメン一番好きだな。昔ね、小学生の時、小中学生の時か、翔太食堂っていうのやってて、家で、実家で。僕昔、兄貴から翔太って呼ばれてたんで、なぜかわかんないけど、メニュー表を作って、こう、ラーメンとか、チャーシュー、なんとかラーメンとか、なんとか、オムライスとか、チャーハンとか、そう、そういうメニュー表を作って、みんなからね、料理作ってね、お金をもらってたんです、翔太食堂で。
結構ね兄貴とかは使ってくれて、でまたその儲けたお金でスーパーに買い物行って、でまた翔太食堂で売ると。多分ほとんど儲けはなかったですけどね、楽しかったなそれは。てなわけで温まるまで待ちます。ラーメンポットって言うんだと思ってたらワールドクッカーって言うんだね。これでまた今度お米もやってみたいな、ぜひ。いいよね、あったかくなってきた。さあ腹減った。はい、だん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 あったかくなってきました。その間にさっき切った白髪ネギを、水分を切ってごま油、塩コショウ、うわ入れすぎた、札幌一番の中にあるごま混ぜておきます。それ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 、こんな感じ。なんかね、眼鏡が曲がってるんだよな。ほんとね、小さくて便利ですよね。結構古いでしょ。取扱説明書、あ、グツグツいってきた。いっか、じゃあ麺を投入したいと思います。ほら、ぴったりサイズ見えるかな。見える、ぴったりサイズ。そんでもう卵入れちゃおうかな。卵入れます。それで出します。ドゥドゥドゥトゥルトゥトゥ、楽しみ。トゥトゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥトゥ、楽しみ。トゥトゥルトゥルトゥトゥ、待ちです。トゥ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 、あら減ったわ。トゥ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 ルトゥトゥルトゥトゥ、あら減った。我々は腹減った。もう久しぶりにこいつも使ってもらって喜んでます。多分ね、今海外とか行っても便利ですもんね、コンビニとか多くて。ちょっと前まではやっぱり日本食とか少なかったと思うんで、ね、なんせ2週間とか言ってるともう恋しくなるけど、今どこにでも日本食料理屋さんがあるっちゃあるもんな。先に入れすぎたな。でもこういう感じ。さあ麺をほぐしてます。結構いい感じ。20分ぐらいかかるんだな。ゆっくり沸騰するね、これ。もういいんじゃない。うん、じゃあこのスープ入れていきます。よっ、
青ネギ入れます。ネギ好きだから。さっきやった白髪ネギ入れて完成。いただきます。これそのまま食えるからいいよね。熱いの？あち消します。そのまま食えるからいいよね。いただきます。うまい。なんかあの外のラーメン屋さんも大好きですけど、この家で作るそくそきラーメンも結構好きなんだよね。うまっ。なんかシンプルでいつもより一味違って美味しいな。うん。熱い。うん。熱い。卵もいい感じ。ほら、アクアク、うまい。スーパーはちょっとこれがないと無理だ。うまっ。ごちそうさまでした。なんか家でキャンプしてるみたいな感じ、とっても美味しかったです。最後まで見ていただきありがとうございました。ひー、即席ラーメン最高。ワールドクッカーで即席ラーメンを作ってみたでした。またねー。絶対ご飯作ろう今度。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら